私はスレッジハンマーマリコ36歳。これは私が14年以上パチンコと向き合ってきた狂乱物語の一つ。私はいつもより早く家を出て馴染みのホールへと車を走らせていた。直進車が途切れずようやく右折したのだが、後ろの車が猛スピードで追い上げてきた。はあ、朝からまさかの煽り運転である。フロントミラーを見るとモフモフの白い敷物の上にサングラスをかけたおっさんの顔が乗っかっていた。朝からキモすぎる。私が右折するのに時間がかかったことに腹を立てているのだろうか。しかしやたらにクラクションの音がする。一台じゃないような。改めてフロントミラーをよく見ると後ろの車もまた後続車から煽り運転をされていた。これどういう状況？信号が止まると二人のおっさんがドアを激しく開け外に出てきた。そして何やら口論を始めた。信号が青になったので私は車を発進させた。なんだかよくわからない状況だがとにかく助かった。それにしてもなんて凶暴な奴らなんだ。ホールの駐車場に着くとすでにかなりの台数が並んでいた。もっと早く来ればよかったかな。台確保できるかな。今日は寝台入れ替えの翌日だった。超大物の寝台であるエヴァンゲリオン7を打つためにホールの外には長蛇の列ができていた。昨日はもっとすごいことになっていたんだろうな。列に並ぶと店長がニコニコしながら近づいてきた。おはようございます。ありえないくらいにニコニコしている。まるでエビス様のようだ。何かいいことありましたか？私は毎日がハッピーです。嘘つけ。昨日大量に回収できたからだろ。今日もこれだけ客がいるんだからそりゃ自然に笑顔になるよね。お客様もやはり寝台のエヴァ狙いですか？そうなんです。座れますかね？まあ42台もありますしギリセーフだと思います。当店頑張って寝台を大量入荷しております。こんなに並んでますけど半分はスロット狙いですよ。スロットも寝台入れ替えですか？お客様はスロットされませんよね。寝台の藤子面白いですよ。スロットはゲーム性が難しく全くわからない。スロットを打つ人を見るとすごいなと感じてしまう。その点パチンコはとても楽だった。何も考えずにただ打てばいいから。店が開くとパチンカスたちがものすごい勢いで店内に駆け込んだ。いった。あ、ごめんごめん。おっさんが思い切り肩にぶつかってきた。なめんなよ。店長が言ったようにギリギリセーフで何とか寝台を確保することができた。本日勝負をかけるのは寝台エヴァンゲリオン7。大当たり確率310分の1で確変率 60% のミドルタイプだ。42台ある中で当たり台は6台くらいだろうか。私が座っているこの台は果たして42分の6を引けているのだろうか。本日の軍資金は最大3万円までと決めていた。前回の負けが結構家計を逼迫させていたためである。来週はマユカの結婚式もあるしご祝儀払わないといけないからね。今日パチンコに使えるのは3万までである。とりあえずエヴァで使うのは1万5000円までにしておこうかな。ダメなら潔くアマに移動じゃ。本日初となる1万円入ります。リーチもかかりやすく何とも賑やかな感じの台だった。早い段階で当たりが引けるかもな。とはいえなかなか当たりを引けないのがパチンコである。当たりそうで当たらない。残り500円分の玉を出し打ち始めた時に熱さを感じさせる演出が始まった。ビーストモードに突入した。疑似連好きの私はビーストモードの演出が大好きだった。どうか疑似連よ続いてください。疑似連は6回で終わり、ビースト2号機 VS 第10シトリーチへと発展した。惜しい。8回まで続いてほしかった。でもカットインは金。これは当たりそう。あ、でも当たったとしても4図柄だしな。薄い方を引いちゃったみたい。しかし当たらないよりは当たった方がいいよね。様々な感情が走馬灯のように駆け抜けた。とりあえず私は本日初となる当たりを引き当てた。カウンターが激しく点滅し1の文字が表示された。最後の望みであるラウンド中の昇格もなかった。はぁ、100回転の時短モードに突入である。そんなにがっかりしないでよ。隣のおっさんが話しかけてきた。あはぁ、打つのが嫌なら変わってあげようか。おっさんがニターと笑うと私は全身に鳥肌が立った。こんなに笑顔が汚い人は初めて見た。あ、大丈夫です。冗談を言って慰めようとしているのだろうか。いやいや、パチンカスだし本気で思っている可能性も高い。適当に返事しておこう。とりあえず時短で引き戻したい。時短を消化させ始めると隣のおっさんは自分の台を打つのをやめ完全に私の台に見入っていた。なんだよ、勘弁してよ。このリーチ来るかもよ。そうですか？当たりませんよ。リーチがかかるだけでおっさんは大騒ぎした。私は全く集中できなくなっていた。時短が残り30回転になり完全に諦めていた時にかなり期待できる演出が発生した。セリフ疑似が続き言動登場レイ背景まで発生した。先ほど当たりを引いたビースト2号機 VS 第10シトリーチに発展した。カットインが金だったため私は当たりを確信した。時短で金融国が出て外したことが一度もなかったためである。余裕をかましていたがまさかの外れ。通常なら金外れもある。でもさ、これ時短だよ。時短中に金外れとか遠隔されてんの？うわ、これ外すのきつい。金出たのに外れたよね。黙れ。そして私の時短は終了してしまった。通常大当たりで1400発程度の出玉を獲得した。500玉程度のチョロ玉でなかったのがせめてもの救いだった。周囲を見回したが42台中ドル箱を積んでいるのは4人しかいなかった。寝台の数を減らしてその分逆に還元しろよな。
42台寝台購入するのにいくらかかったんだ、バカ店長が。あの野郎。私の怒りの矛先は店長に向かっていた。持ち玉を使い始めると、すぐにまた激圧演出がやってきた。懺悔チャンスに発展したのである。ドキドキしながらボタンを連打した。星が増える、星が増える。そして期待度大の第10使徒のパネルで停止した。これは確実に当たる。周囲の緊張感も高まっているように感じた。外れればもちろん公開処刑確定である。むむむ。極度の緊張感で口から心臓が飛び出そうだった。周囲のパチンカスも見守る中、見事に外してしまった。壮大な釣り演出だった。短い間に何度も大きなダメージを受けた私は完全に疲れ切っていた。なんて疲れる台なんだろう。どうせ外れるのなら何も起きない福音の方がマシ。私は持ち玉を使い切ると台を立った。現在マイナス1万円。まだ1万円しか使っていないのに何なんだこの疲労感は。私は自動販売機で栄養ドリンクを購入し、トイレの個室に入り一気に飲み干した。作戦の練り直しだ。次は何を打てばいい。そうだ、北斗の剣金色はどうだろうか。豪商に取り憑かれている私はまだ数ヶ月前に登場した金色には手を出していなかった。しかし毎週コンビニで購入しているパチンカスファンで、スペックやゲーム性については十分に勉強済みである。北斗の剣豪商の演出を引き継いだ大当たり確率179分の1のライトである。確変継続率 80% のため、ライトながら大量の出玉獲得を期待することができる。あと使えるのは2万円しかないし、これぐらいがちょうどいい。確かこのホールにも4台あったよね。トイレから出ると私はすっかりリフレッシュしていた。よし、金色で勝負かけよっか。北斗の剣金色は4台中2台が埋まっていた。あまり人気がないのかな。金色は日当たりのいい場所に設置されていた。金色のコーナーだけキラキラと美しく輝いていた。ピタピタのパンツに尖った靴を履いたいかにもロッカーな若者。もう一人はチェックのシャツを着てメガネをかけたごく普通の若者だった。大学生だろうか。私はロッカーから一つ席を開け、チェックの隣に座った。ロッカーは私をちらりと見たが、チェックは微動だにしなかった。チェックは食い入るように台を見ていて少し前のめりだった。私は1万円を3度に投入し玉を出した。打ち始めるとすぐに異変を感じた。え、今のキリン感だよね。あまりに唐突だったため、私は事態を飲み込めずにいた。まだ500円分も打ってないよ。白紙調整が飛び出したことで、さっきのはやはりキリン感だったと確信することができた。豪商なら、全然油断ならない展開だったが、私は当たりを確信した。だってこれ、豪商じゃなくて金色だもん。179分の1だよ。サウザーリーチに発展し、最終カットインはキリン。顔には絶対出さないが、超余裕だった。私には1ミリも興味を示さなかったチェックも、私の台を凝視していた。結果はなんと外れ、復活もなし。稲妻のような強烈な刺激が体の中を駆け抜けた。するとチェックの顔がほころんだ。うわー、私も笑うしかなかった。するといかつい風貌のロッカーの顔もほころんだ。私たち3人は柔らかな日差しを浴びながらニコニコしていた。私たちはまさに金色に輝いていたのではないだろうか。通路を歩いていたじいさんが不思議そうな顔をしてこちらを見た。私は完全に戦闘意欲を失われてしまった。こんな風にほのぼのとしてしまってはもはやパチンコで勝負することなんてできない。プレミアム海物語、ボノボノが遊びに来たよ。でも打って帰ろっかな。そんなことを考えてからその後5000円使ったが、小当たりを1回引いただけだった。種なし世紀末モード突入。世紀末モードだよ、やめんの。ロッカーが話しかけてきた。小当たりですよ。あ、そうなんだ。私はチェックとロッカーに軽くお辞儀をして店を出た。家で私の帰りを待つクジラッキーの姿を思い浮かべ、思わずにんまりした。来週と再来週の結婚式が終わって気持ちを整えてからまたこのホールに来よう。スレッジハンマーマリコを完全に取り戻すまではパチンコには絶対に勝つことはできない。スレッジハンマーマリコ15話目の収支、投資15,000円、回収0円、収支マイナス15,000円。スレッジハンマーマリコ15話までの累計収支マイナス38,000円。